トさんと一緒に見て、デジャブ？アインクラッド47層、通称フラワーガーデン。あ、ピナを復活させるために行った思い出の丘があるところ、あの場所にそっくりですね。だろ？ピナ、よし、元気出てきました。行きましょう、キリトさん。ぐずぐずしていたら置いてっちゃいますよ。それはかなわないな。じゃあ南の回廊に行くぞ。
着きましたね。今から忍び込むにはさすがにちょっと明るいか。シリカ、日が暮れるまで待とう。忍び込む？この先が問題の場所、南の回廊だ。とりあえず忍び足をしながら近づこう。ジャイアント族と似ているが少しだけ違うみたいだ。確かに少し見た目が違いますね。あいつは本来ここにいてはいけない亜人なんだ。どういう意味ですか？この地方の伝承に夕闇の門というものがある。その門は異界へと通じていて、この世ならざる者がやってくる。この世ならざる者、それがこの人たちですか？正しくはこの世ならざる者の中の一つかな。前にこの回廊に来た時はあいつらはいなかった。門を通じてやってきて、この地域の魔獣を制圧したんだ。悪いことに連中は人さらいもやっている。大変な事態ですね。どう対処しますか？いずれあいつらを駆逐するとしても、まずは行方不明者の居場所を把握しないと。これから回廊に潜入し情報を集める。わかりました、行きましょう。かなり危険なんだけど大丈夫か？危なくなったら。フラワーガーデンの時もどうにかなったじゃないですか。そうだけど。あの頃のキリトさん、攻略組って呼ばれていましたよね。当時キリトさんとのレベル差は33もありました。どうしたって埋まらない差です。どんなに望んでもキリトさんのそばには立てない。一緒の戦場で肩を共に並べてお互いの背中を守り合うような存在には一生なれないんだって。だからたった一日限りのお兄ちゃん、一日が終わったらまた別々の道を歩まなきゃいけない。そう思って引き止めずにキリトさんの背中を見送りました。それがアインクラッドでの私の思い出です。私を見てください。今の私を、あの時よりも強くなっていませんか？キリトさんの背中を守れそうにないひよこのままですか？いや、肩を並べるには十分だ。頼むよシリカ、俺の背中をしっかり守ってくれ。はい、キリトさんこそちゃんと私の背中を守ってくださいね。そこまで言われちゃ俺も本気を出さないわけにはいかないか。フラワーガーデンで私が食事のやつに襲われた時みたいに立ったままで放置するのはやめてくださいね。うん、一瞬変な間がありました。そう、気のせいじゃないか。どうして急に目をそらすんですか？別に、それにしても暑いな、ここ。なんで顔が赤くなるんですか？やっぱりあの時見たでしょう。